堀慎吾は天敗でしたが、手を閉じてトップを確定させました。これで桜ナイツはセミファイナル初のトップを持ち帰ることになりましたが、やはりこの男でしたね堀慎吾。そうですね、まあ本当に内容もね、はい、まあ、あの芳醇だった4面チャンリーチの曲も含めて、素晴らしかったですね。100ポイント近くね、あ、トップなのに堂々と先に退場していきました。まあそういうのはあまり忘れちゃったタイプ。一応戻る、はい、一応戻ってトップ言われたからね。一応戻って多分今誰かに言われたんですよ、ユウさんに言われてましたね。あ、そうですね、はい、さあ続きましてトップとなりました角川さくらナイツ堀慎吾選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。セミファイナルチーム初トップとなりました。今のお気持ちお聞かせください。嬉しいです。噛み締めるような嬉しいですでが今出ましたが、ちょっとでも退場するとき残るの忘れちゃいましたね。そうですね、ちょっと指示受けてたんですけど、はい、あまりにもトップが嬉しくてさささって言っちゃったら、ゆうさんにおじさん最後最後って言われて、はい、戻りました一生懸命、はい、ちゃんとあの戻ってるところまで全部映っておりました。さあそれでは堀選手のトップということで今日もこちら行きましょうか。本日の至極の一曲どちらでしょうか。はい、まあ、やっぱり何と言っても何三曲、何三曲、はい、まああの三色になったら、はい、まあ、結構広いその街だと思ってたんで、うん、やめてにしようと思ってたんですけど、まあ役なしの方を弾いてしまって、まあリーチせざるを得ない感じですね。はい、で親がね戦闘民族だったんですよその時。はい、ユウ選手の親番でしたね。まあ食うだろうと、うん、おそらく、はい、まあ、リーチ打ったからって簡単に降りてくれるような人じゃないんで、うんうん、って思ってて、まあ厳しい戦いになるかもなと。総数への情報ね、ユウさんとあの鳥は全然持ってなさそうだったんですけど、なんでそこの違いがあるんで、そんなに、はい、ユウさんと鳥、はい、はい、持ってなさそうだったんですけど、アキさんが上何枚持っててもおかしくない状況で、まあアキさんの折り打ちと、まああと脇にね、まあユウさんがバンバン来て脇にびっちり固められちゃったら厳しいかなと思ってたところで、白鳥さんから放たれたチーソー、やっぱりマジやめられないですよね。あの瞬間出ると思わなかったんでね、そこからは、はい、行くだろうって小さい声で、いや行きたい、行きたかったんで、はい、あの瞬間ですね。まあバイマンも嬉しかったんですけど、うん、それ以上にやっぱりあの曲が、まあ、まあ嬉しいな、はい、まあ、特に白鳥選手から出たっていうのが嬉しかったんです。そうですね、できればねオーラスももう一回白鳥さんから吹奏出たら本当に最高だったんですけど止めてらっしゃいましたよ最後は。なんと、そこまではうまくいかなかったですね、はい、やっぱりやりますね、はい、最後上がったら大きかったですもんね最後の。そうですね、はい、うん、いやただもう一曲、いや堀選手らしくて素晴らしい上がりだなってなったのが何一曲、はい、ツモタンヤオドラーカカンサンピン、はいはいはい、まあ、こちらも白鳥選手親番で仕掛けているところに、はい、ドラのファーストから切っていってカンサンピンで最終的に上がったと。そうですね、もともとカンサンピンがいいと思ってああいう進行をしてたので、はい、やっぱりパッソを切らないとね、もう手広さが全然違いますし、はい、まあ、カンサンピンになっていい街になったなって思った感触があったんで、まあ、白鳥さんのね、なんかよくわかんない、なんか何仕掛けたかも覚えてないですけど、はい、だからもう全然無視でいいかなっていう感覚でした。あ、ペンマンズのね、789だ。はい、そうでしたね。はい、全然、はい。まあ、一応チーソーとスーソーだけスライドしときゃ問題ないかなくらいの感覚でした。はい、見事しっかり狙い通りのカンサンピンの上がりとなりました、はい、今日もお二人はバチバチですねさあということでチームですが、本日5位から3位への浮上ということになりましたけれども、まあ、残り試合に向けて最後に意気込み、そしてファンの皆さんへのメッセージもお願いいたします。はい、まだまだね、セミファイナル先長いんですけど、とりあえずセミファイナルでまだトップが取れてなかったんで、はい、チームとしてセミファイナル今回初勝利ということで、はい、ちょっと調子悪かったんですけど、はい、ここからみんなで一勝一勝トップを積み重ねていけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。
以上本日2戦目トップとなりました角川桜ナイツ堀慎吾選手にお話を伺いました。